よ。あんたに見せるために着替えたわけじゃないんだから。コーナー、どうした？もう一つあなたに聞きたいことがあって。あなたはここから一番近い戦場から来たって本当？近いとはいえ、人間の足では一昼夜以上はかかるだろうが、最も近くはあるな。方角は、あちらの方だ。あっち。あなたがいた戦場でね、お父さんとお兄ちゃんが死んだの。あなたも星小獣だから空の民をたくさん殺した。そうだな。殺した人たちのことを覚えてる？全ては覚えていない。そっか。お前の父と兄を殺したのは俺かもしれないな。そんなのわからないでしょ。ああ、わからない。けれど可能性はある。俺が憎いか？わからない。でも憎みたくないの。ここで最初にあなたを見つけた時、ひどい傷を見て本当に怖かった。お父さんもお兄ちゃんもこんな傷を負って死んだのかもしれないって思って悲しかった。そうだろうな。助け！撃ち漏らしたか。他愛もない。バルドルのことは嫌いになりたくない。
いなくなっちゃうなんて思えないよ。そっか。コーナにも言ったが、俺は今お前たちに危害を加えない。どうして？それは俺が与えられた命令にないから。命令？誰かに命令されてるの？俺は戦場にてこの力を振るうようにと命を受けている。受けた命令に従うこと、生まれながらに持つ役割を全うするのが我々星の獣の生き方。それって役割以外のことはしたらダメってこと？役割以外のことをなす意味がない。意味とかじゃなくって、他にやりたいことができたらどうするの？例えばさ、このパンバルドルにあげようと思って持ってきたんだけど、食べたくない？俺は本来肉体の維持に食事を必要としない。すごく美味しいのに。美味しい。僕このくるみのパンが一番好き。個人ではめったに食べられないんだけどね、いつもすごく楽しみなんだ。孤児院とは、親のいない子供を集めて養育する機関のことだな。そうだよ。僕生まれてすぐお父さんもお母さんも死んじゃったんだって。そうか。そんなことより、このくるみパンだよ、バルドル。くるみパンがどうした？バルドルも食べてみてよ。好きなのに、たまにしか食べられないんだろう。それなら、全部お前が食べればいい。好きだからバルドルにも食べてほしいんだ。食べてみて。どう？表面は硬いが中はふかっとしてる。あとカリッとしたものが。それがくるみだよ。パン自体とは違う何か匂いがするな。そうでしょ、すごく香ばしいでしょ。美味しいと思う。今度はコーナが好きなドライフルーツのパンを持ってくるね。どっちが好きか教えてほしいから。ああ、そろそろ戻らないと。じゃあまた来るから。
森の端で血痕が見つかったらしいの。やっぱりこの辺りに逃げ込んできたってのは本当だったのね。どうしたもんか。山狩りをして炙り出すか。危険じゃないかしら。手負いとはいえ山ほど人を殺した化け物なんでしょ。若い男でも不足しておるしの。大変だ、炭焼き小屋のじいさんが死んでる。何ですって。殺されたんだ。獣に食われたみたいにズタズタにされて。獣？それじゃやっぱり逃げてきた星の獣がこの近くに。なんということじゃ。すぐに人を募って森を捜索しよう。大丈夫かしら。相手は恐ろしい化け物なのよ。でもこのまま放ってはおけねえだろう。くそ、聖少獣め、村には絶対手を出させねえぞ。大変だ、バルドル。マドル待って。バルドルのところに行くんでしょ。どうしてそんなに慌ててるの。落ち着いて、ちゃんと話して。村の人が騒いでたの。森がどうとか、聖少獣がとか。ねえ、どうしたの？何があったの？そう、だからあんな大騒ぎになってたんだ。危ないよって早くバルドルに教えないと。マドルは炭焼き小屋のおじいさんを殺したのがバルドルだとは思ってないのね。思ってないよ。思ってるわけない。どうして。おじいさんは獣に食い荒らされたみたいだったって言ってた。バルドルだったらそんな風になるわけない。バルドルは剣を持ってた。もし何か事情があってバルドルがおじいさんを殺すなら剣で切られた後になるはずでしょ。そうね、私もそう思う。多分魔物とか動物とかにやられちゃったんじゃないかなって思うんだ。おじいさんはかわいそうだし、死んじゃったのは悲しいよ。でもバルドルのせいじゃないのに。このままじゃみんなバルドルを。お前たち。バルドル、よかった、今会いに行こうと思ってて。わかっている、事情は聞いた。聞いたって。今のお前たちの話が聞こえてたからな。そっか、それじゃ早く隠れないと。隠れる？隠れてどうするんだ。え、だってこのままじゃ村の人たちに誤解されたまま見つかって犯人にされちゃう。誤解じゃなかったら。え？バルドル、どういうこと？まさか
お前たちの言う通り、俺はその炭焼き小屋の老人とやらを殺してはいない。だがそいつが魔物や動物にやられたのだとすれば、俺のせいかもしれん。どうして？なんで魔物の仕業にバルドルが関係あるの？俺がこの森に居座ってることで、少なからず魔物たちの縄張りに影響を与えたはずだ。その結果、普段は安全なはずの場所で老人が襲われたのなら、俺のせいだろ。それは、でも、バルドルは。僕、それでも、みんなが勘違いしたままなのは嫌だ。バルドルを、青少女を獣だなんて、そんな風に思ったままなんて。マドル、俺は構わない。僕が嫌なんだってば。だってバルドルは獣じゃない。バルドルは僕たちに危害を加えないって言った。バルドルはくるみパン美味しいって言った。僕が好きなだけ食べろって言ってくれた。だからバルドルは、俺は星の獣だ。お前が何と言おうと人間とは違う。そうだとしてもバルドルは魔物や動物みたいに人間を噛みちぎって殺したりしない。それでも俺は空の民を殺す兵器だ。なんでそんなこと言うんだよ。戦場に戻ったら戦わなきゃいけないなら戻らなかったらいいじゃん。そんなわけにはいかない。戻らなければ俺は俺の役割を。ここにいればいいよ。僕がちゃんと村の人に説明するから。みんな知らないだけなんだ、バルドルのこと。僕だってバルドルが初めて会った青少女なんだよ。それまでは僕も青少女のこと怖い化け物だと思ってたけど、バルドルに会ってこうやってちゃんと話ができる相手なんだって分かった。だからみんなも知らないだけなんだよ。話をしてバルドルのことを知ったらみんなもきっと。難しいんじゃないかな。ほうな、なんで。大人はみんな青少女を怖い化け物だと思ってるもの。私はマドルが何を言ったって。だからそれは僕たちも一緒だったじゃないか。ちゃんと説明すれば。あのね、マドル、大人は私たちと違って私たちよりもたくさんのことを知ってるの。知ってると思ってるの。だから私たち子供の言葉が大人の考えを変えるのはすごく難しいと思う。だってやっぱりバルドルが青少女だっていう事実は変わらないんだもの。コーナの言う通りだ。そもそも俺はお前たちの村の人間に理解されたいなどと思ってはいない。じゃあどうするの。このままじゃバルドルはここを去る。戦場に戻るってこと？そうだな。そんな。人間に理解されなくても俺は構わない。ただお前たちには
感謝している。死にたくねえ。シェラ、お前を残して。行け。さっさと消えろ。俺の気が変わらないうちに。バルドル、また戦場で敵を逃がしたとか。それで。いいえ、君が戻ってきてくれたことは素直に嬉しい。あの時私をかばって砲撃の直撃を受けた君が戦場から姿を消した時はもうダメかと思いましたから。けれど戻ってきてからの君は明らかにおかしい。一体どうしたというんです？おかしいのか、俺が。おかしいに決まっている。あれほど苛烈に輝かしいほどに容赦なく剣を振るい、あまたの空の民を葬ってきた君が今は見る影もない。どこか体に不具合が。怪我はもう治っているはずでは。体に問題はない。それじゃあなぜ、怪我を癒す間に君に一体何が。バルトル、空の民の子供に会った。空の民に。怪我の治療に手を貸してもらっただけだが。殺してきたのですか？いいや、戦場で会ったわけでもない。だからといって殺せない相手ではなかったでしょう。もちろんきっと簡単だった。やろうと思えばほんの一瞬で済んだだろうな。けれどあいつらはコロコロと表情を変えて、よくわからない話をずっと続けて、来る日も来る日もその調子で、切りかかる暇が少しもなかったんだ。なんという。つまりほだされてしまったのですね。ほだされる。バカな、この俺が。そんなはずはないだろう。自覚がないのか。しかし君が認めようと認めまいと、様子がおかしいのは事実。このままでは戦場において致命的な弱点となりかねません。それ以前に罰を下される可能性もある。俺の役割は戦場にて空の民相手に剣を振るうこと。
役割に準じる覚悟は変わらん。分かっているのならもう何も言いません。けれど君にもしものことがあれば、私は空の民を一層許せそうにない。バルドルの様子がおかしい。戦場にて不具合の報告が上がっている。空の民を見逃したとか、戦闘に身が入っていないだとか。深刻な不具合だな。奴はそもそもの設計においていくらかの機能制限を施している。感情、痛覚、触覚、知能。戦場において効率的に成果を上げられるよう、他の青少獣たちよりも大きな制限を加えているが、運用が長くなるほど周囲と事故の状況認識の齟齬が大きくなり、奴自身がそれに気がつくことは予想できていた。機能不全の理由はそのあたりにあるかもしれないな。うん。ではバルドルは廃棄するか。いや、ただ廃棄してしまうには奴の戦闘力は惜しい。それじゃあ最前線に送るのはどうか。あそこなら余計なことを思考する余裕もなくなるだろう。ああ、そうだな。結果、壊れてしまえばそれまでだ。よし、それではバルドルは戦地ガンマへの移送を急がせよう。私はサテロス。バルドル君だよね。なぜ俺を。あなた有名だもん。すっごーく強いって。私とお話しない？何をだ。何でもいいんだよ。バルドル君のことを聞きたいな。この船に乗る前はどこにいたのかとか、誰と仲良しだったのかとか。よく知りもしない相手に己のことを語る気にはならない。でもね、知らないからこそ気楽におしゃべりできたりすることってない？わからないな。喋ってどうなるんだ。どうなるかは喋ってみないとわからないかな。どうにもならなくても別にいいって私は思うけどね。だって空はとっても広いから、こうやって会えただけでもすごいことなんだよ。確か。あ、そう、一期一会って言うんだって。あ、わかった。一期一会でしょ。そう、それ。一期一会。うん、空はとっても広いでしょ。
だからいっぱい人がいて、人の一生の間に会える人は限られてる。だからこそ出会えた人は大切にしましょうっていう言葉。いい言葉だなーって思ったんだ。だからバルドルとも一期一会なんだよ。一期一会か。お前は空の民と話をしたことはあるか。うん、あるよ。どんなやつだった。どんなって言えるくらい仲良くなった人は実はいないんだ。戦争が始まる前はね、あっちこっちの島を飛び回っていろんな人とお話ししたんだけど、どれもほんの一時のことだったから。でもね、いろんな人がいたよ。おっきな人、小さな人、お年寄りに赤ちゃん、にぎやかで明るい人も、恥ずかしがり屋さんなのかあんまりちゃんと目を見てお話しできなかった人も。いろいろ。そうか。バルドル君はどんな人と会ったの？子供も二人。どんな？マドルという少年とコーナという少女だったのだが。そっか、優しい子たちに会ったんだね。優しいというのは俺にはよくわからない。だがコーナは賢く、マドルは頑固だった。もう終わったことだが。なんとなくわかるな。やっぱり難しいよね。私もね、戦争の前に会った人たちの大半はもういないと思うんだ。いない？なぜ？だって時間が経ってるもの。人間は私たち青少獣と違って寿命があるからね。寿命？バルドル君がその男の子と女の子に会ったのはいつなの？まだそんなに前じゃないが。そっか、また会えるといいね。無理だろ。いや、会えない方がいい。そっか。
敵はあらかた倒したはずだが、体が重い。茂った木の葉っぱの間から太陽の光が漏れて差し込むことを言うんだって。昨日先生に聞いたもんね。うん、綺麗だよね。あったかい。それほど温度に差があるか。あったかくない？バルドル、手が冷たいね。本当？本当だ。寒いの？いや。繋いでたら、きっとあったかくなるよ。じゃあこっちの手は私が温める。別に寒くない。やはりわからない。これが温かいものだとは。俺にはあっちはどうだ。俺が見てくる。いつでも動けるように準備しといてくれ。気をつけろよ。あ、敵が来る。戦わなければ。やっぱりバルドルだ。こんなところで会えるなんて。お前、会うたびボロボロだな。お前、マドルなのか。
正解。気づいてくれて嬉しいよ。なぜ、大きいな。だって、あれからもう10年経ったよ、バルドル。10年。大きくなっただろ、俺。まあ、まだ伸びてるんだけどね。なあ、驚いた。俺も、ちょっと驚いたかな。バルドルは、全然変わってないんだもん。分かってはいたけど、本当に青少獣なんだな。何度も、言っただろ。そうだったな。でもさ、やっぱり会えて嬉しいよ、バルドルに。バルドルは？そういえばさ、昔、バルドルの役割の話を聞いただろ？俺は戦場にてこの力を振るうようにと命を受けている。受けた命令に従うこと、生まれながらに持つ役割を全うするのが我々星の獣の生き方。あの役割ってのは今も変わらないの？当然だ。青少獣の役割は作られし時に与えられるもの。だから時が経とうと、変わったり、なくなったりは。そっか。じゃあ、俺と戦う？なぜ、お前と？俺は今、戦争をしてるんだよ、バルトル。あの時、俺はまだ子供で、俺たちが出会ったのも戦場じゃなかった。でも、俺は戦士になった。そして、ここは戦場だ。俺は空の民で、お前は青少獣。なあ、バルトル。俺と、戦う？俺。空の民は敵だ。だから。俺は、お前を、マドルを、殺すのか？俺が。お前こそ、どうしてここに。
そんなことはどうでもいい。君は自分が何をしているのか分かっているのですか。空の民をかばってお前に剣を向けた。分かっていてやっているんですか。瞬間体が自然に動いたことは認めよう。こんなことは初めてだったが、けれど今はちゃんと理解してる。その上で剣を引く気はないと。お前が引かないならな。彼が以前君の話していた空の民ですね。俺が何？お前がバルドルを。違う、マドルは何も。違う？何が違うというのか。その空の民がどこの誰であろうと、空の民は空の民。我々が戦うべき、倒すべき相手だ。君は己の役割を忘れたのか。忘れてはいない。だが俺は。何か問題が？バルドルだ。どうやら空の民をかばったらしい。そうか、やはりダメだったな。これ以上は無理か。惜しいが廃棄としよう。フレイ、そのままバルドルを処分せよ。殲滅する、それだけだ。そこか。た、せいせい、くらえ。せいせい、さあここからだ。どこを見ている？そこか。燃え尽きるまで光を焼き尽くせ。バルドル、バルドル、私にかなうとでも。さっさと目を覚ましてください。君の役割を思い出しなさい。俺に役割を解くのならお前こそどうなんだ。俺を処分するのが今与えられた命令、役割だろう。果たさなくてもいいのか。そう、
ですね。私の手で君を。こっちだ、急いでくれ。本当だ、青少女同士が争ってるじゃねえか。砲撃準備完了、行けるぞ。一斉に行くぞ。バカな、そこから砲撃すればバルドルにも当たるぞ。やはり空の民は。人間よりずっと強い、分かってるよ。でも今の傷ついたお前を少しの間とどめることくらいは俺にだってできるさ。俺、空の民。治療するから傷を見せて。いや、俺は。そんなボロボロで何言ってるの。さっさとする。あ、わかった。じゃあバルドルは任せるな、コーナー。俺は軍機に出てくる。了解。おいマドル、あの青少女は本当に大丈夫なのか。何が。何がじゃねえよ。大怪我してるみたいだが、コーナが見てるんだろ。回復したら。襲ってくるんじゃないかって。みんな不安に思ってる。気持ちはわかるけどな。でも今は信じてくれとしか言えない。話しただろ、あいつは子供の時にも会った青少女で、今日だって俺を守ってくれたんだ。そりゃ聞いたけどよ。まあ他の陣営でも青少女が味方になってるって噂も聞くしな。俺はこのまま様子を見ても平気だと思うけど。確かに青少女が寝返ってきた陣営はその後かなり有利になってるらしいけどよ。それよりさ、
なんか不思議だよな。何がだよ。戦場に出てればいろんな青少獣を見るから、人間と同じ姿形をしてるのも結構いるって分かってはいたけど、バルドル見てたらさ、本当に人間と変わらねえんだもん。言葉だって普通に通じるし。あれなら仲間になれてもおかしくないなって思っちゃったよ。そうか。俺は逆に怖かったけどな。あんな人間と同じ見た目してんのに化け物みたいな力を持ってるなんて、やっぱりすげえ不気味だよ。いろんな考えがあって当然だよな。すぐに解決しないとも思う。でも今はもう少しだけこのまま俺に任せてくれ。頼む。わかってるよ、マドル。だから頭上げろって。お前のことは信じてるからな。相変わらずひどい気が。なんであなた会うたびにボロボロなんだろうね。マドルにも言われたな。そっか。よし、これでどう？痛くない？痛みは最初からあまり感じていないが、動きは戻ったようだ。助かった。うん、よかった。子供の頃は何日もかかったのにね。こうしてみると自分の成長を感じるな。成長か。そうだな、お前たちは成長した。空の民は成長するものなんだな。うん、そうだね。ねえバルドル、私ずっとあなたに謝りたかったことがあるの。謝る？何を？10年前にあなたと別れる時に言ってしまったこと。大人はみんな青少女を怖い化け物だと思ってるもの。私はマドルが何を言ったって、だってやっぱりバルドルが青少獣だっていう事実は変わらないんだもの。あの時私あなたを傷つけたんじゃないかってずっと気になっていたの。私たちとバルドルは違うものなんだって割り切ったふりして簡単に諦めちゃったこと後悔してた。違うのは事実だ。だからお前が謝ることは何もない。うん、そうかもしれないんだけど。コーナー、バルドル、怪我はどう？私を誰だと思ってんの？この通り完璧よ。調子は戻った。うん、よかった。マドルも来たし、私は他の怪我人のところに行ってくるね。ありがとう、コーナ。ご苦労さん。はいはい、じゃあね、バルドル、また後で。コーナの魔法すごいだろ。ああ、
見事だと思う。あいつは俺と仲間たちの生命線なんだ。マドル、お前も強くなったようだ。手負いとはいえ、あのフレイを一対一で止めてみせていた。強くならないと生き残れないからな。聞いてもいいか？いいよ。何？なぜこんなところに戦争に参加している？呆れた？いや、幼い頃は戦争を愛おしく思っているようだったが、こんな時代だからさ、あんまり選択肢がなかったのは事実だけど、でも俺は自分の意志でここにいるよ。俺は多分バルドルの仲間をたくさん傷つけたと思う。バルドルと知り合ってたから、戦場に出る前から分かってた。青少獣ってのがどんなものなのか。ただの化け物じゃなくって、言葉が通じて感情もあって、傷ついたら血が流れるんだって知ってた上で、俺は戦士になることを選んだ。戦士になって星の民と青少獣と戦うって。戦争が始まってしまったからかな。始めたのはもっと昔の人たちで、星の民の支配から脱却するとか大義があるのは知ってる。でもそんなものは俺にはよくわからない。わかるのは、俺が生まれた時からすぐそこに戦争があるってことだけ。それから俺は戦争は嫌いだってこと。嫌いなのか？それなのに戦士を選んだのか？嫌いだよ、戦争なんて。戦争のせいで悲しんでる人をたくさん見てきた。コーナだって家族を亡くしていっぱい泣いた。戦争なんてさっさと終わってほしいんだ、俺は。だから戦うことにした。全てを失わずに戦争を終わらせるには勝つしかない。だから俺は強くなった。もっと強くなりたい。終わらせるために戦う。バルドルは戦うことが自分の役割だって言ってただろ。ああ。青少獣の役割とか、星の民の考えてることとか、正直よくわかんねえけど、全部戦争のせいなんだよ、きっと。戦争の？戦争ってでかすぎて形もよくわかんねえ、正体不明の化け物みたいなもので、だから多くの人が訳もわからないまま巻き込まれて引き返せなくなってくんだと思うんだ。バルドルもそうなんじゃないの？そうなんだろうか。そうなのかもしれない。けれど俺は青少獣だ。マドルたちとは違う。そもそも戦争がなければ俺は生まれては
まあ俺がそうなんじゃないかなって思っただけだから、あんまり気にしなくていいよ。たださ、バルドルがさっき俺を攻撃しないで、それどころか守ってくれたのは役割なんかじゃないだろ。むしろその役割ってのに逆らう行為だったはず。なんであんなことしてくれたの？体が勝手に動いた。フレイ、あの場にやってきた青少女はかつて共に戦ったやつだった。仲間だったんだ。それなのにあいつに剣を向けて俺を守ってくれた。ありがとう、バルトル。俺は嬉しかったよ。死ななくて済んだからとかはもちろんなんだけど、それだけじゃなくて、お前はあんなに役割ってのにこだわってたのにさ、役割に逆らって仲間に背を向けてまで俺を助けてくれたのが本当に嬉しかったんだ。まあそのせいでお前の立場が大変なことになっちゃっただろうから不謹慎だとは思うけど、それはお前が気にすることじゃない。でもさ、これでも星の民の方には戻らなくてもいいよな。俺たちと一緒にいればどうだろうな。お前とコーナがどれだけ俺をかばおうと、他のものは同じように思えないのでは。俺は青少獣だ。空の民全員が俺を受け入れられるとは思えない。それは、気にするな、マドル。俺は構わない。ただ少しの間お前たちに協力させてくれ、恩を返させてくれ。恩って、お前、俺は星の獣だ。獣は獣らしく、受けた恩義は正しく返そう。今日お前を助けたのは10年前にお前とコーナに救われた恩を返しただけ。今日またお前とコーナ、それからお前の仲間たちに救われた恩はこれからの働きで返す。恩とか返したとか、俺はそんなのいらねえのに。だって俺はバルドルのことを友達だと思ってるから。だからやめた方がいいぞ、マドル。星の獣に心を傾けすぎればお前たちの間に不和を生みかねない。それでも俺は